ゃないですけど、させてくれてね、まあ、22年目なんで、22周年、のね、12月で20、まあ、22年になりますからね、そこのところでちょっとね、行きたいなと思ってるんですけどね。で、あ、そう、由来ね、由来は、そのスタンステイドのプレゼンも、実は、もともとは、私がその創作活動をやってた時の、創作作品のファイルの管理システムの名前なんですよ。1タロをベースにいろいろと、リングとか組んでね、外部 の、 そのデータとかが、その結局いろんな作品作ってたんで、私その今も YouTube の動画もそうなんですけど数打つじゃないですか。で、結構その創作活動作品もね、まあ、あの結構、いざ書くぞってなったらまあまあ数打ったんで、当時ね130ぐらい、130はないか、100は超えてたんですけど、ぐらいまで、作品 の、 そのネタとかね、そういうのが作ってあったんですよ。で、そのネタ帳も電子化してあったんで、その電子化した ネタと、まあ、元のねネタ帳に書いてあるノートも全部ファイリングしてあってっていうので、どのネタがどこに入ってますよ、どのネタの情報がどこに入ってますよっていうのを一元で見れるようにしとかないと、130のネタね、で、それぞれにキャラクターがいて、で、一番多いやつだとヒロイン100人作戦とかやってたんで、100人、幼なじみの同級生1人 と、100人の 後輩ができて、みんなが主人公大好きっていう大ハーレム作戦の、ね、作品があったんで、それなんか105人ぐらい、そのレギュラーでいるっていうね、まあぶっ飛んだ作品とかやってたんで、もうねキャラクター名考えるだけでも大変ですよ。ですから累計で1000人ぐらい考えてるんじゃないかな、名前。もう名前のパターンも全然つけてきてね、100人ヒロインなんて最後の方ひどかったですからね。一時期20名ぐらいはほぼほぼ四日市の地名で埋まってる地域もありましたし、地域じゃない、キャラクターの名前がね、イクワちゃんと、イクワちゃんとウネメさんと、ウネメさん、イクワさん、ひながさん、とかね、ひながさんは別のところだ、4-1で作ったのか、とかありましたけどね、4-1とかもう適当に作ってる感ありますもんね、適当って。駅名とね、全部文字出してね、ですから、主人公が赤堀くんで、お姉ちゃんがいて、美人の姉ちゃんがいて、で、幼なじみが一番近くの駅の日永さん、日永さんだろ。で、そこから、生徒会グループが、生徒会の人が西日野さんが生徒会、副会長が西日野さんで、一応その主人公が生徒会の会長をやってるよっていう設定だったかな。で、顧問の先生の名前が八王子先生、そう、八王子線のね、昔あった駅のとこから通ってきて、で、所属してる部活が環境部で、部活の方が、南日永はなくて、追分さんと、追分ちゃんと、泊まりちゃんと、追分泊まり、おごそさんか、追分泊まり、おごそだけかな。で、うつべが顧問の先生だ。端っこがね、顧問の先生ってことで、宇都部先生がいてっていうような、感じで作ってましたね。懐かしいなで、ドタバタラブコメですよね。で、ひながちゃんだけ、生徒会とも仲がいいし、生徒会の役員 やらせてたっけな。まあ、生徒会ともつながりがあって、同じ環境部活のも一緒にやってる幼なじみの子っていうので、で、基本的に、あ、違う、宇都部さんまでいるわ、宇都部さんが部長
長だ。宇都部さんが部長で、顧問の先生、あれ顧問の先生、あれ環境部の顧問の先生の名前何だったっけ、あ、ユネヤマ先生だ。なぜかユネヤマ取ってきたんだ。まあ、ナノゲージでもともと昔つながってたし、いっかって言ってユネヤマさんにしたんだ。ま、私なんでね、あの、細けいこと気にしない人なんでね、私も本当に。そうだ、ユネヤマ先生だ。ああ、そうだ、しっくりきた。そう、ユネヤマ先生。宇都部先生はいねえわ。うん、どっかの作品使ったかもしんねえけどな。まあ、何して大量に使ってる上に、結構、地元の名前ね、地元の地域名使うってね、一番手っ取り早いですよ。見てみ、それ、有名な人でも結構やってますからね。パッと思いつくるところだと、種村有奈先生で、ね、だって、名古屋千秋君なんて名古屋ですからね。そうそう、伊手見出身ですからね、種村先生は。うん、あったりしますよね。で、これちょっと気をつけないといけない。京都方面にとりあえず行きゃいいから、名神。これ方面合流コンビニ、なかなか無茶ぶりするよね。ここの合流してから右に入るよっていう、なかなか大変ですけど。この方に向かいましょう。ただここから草とパーキングエリアも入りますもんね。来る前にちゃんとシャワーは浴びてきたんで、そこは大丈夫ですからね。回せてね、動画撮り高になるってのありがたいですよね。しかもこのね、やっぱね、システム画期的だったんですよね。充電しながら、撮影ができるというこのシステムを編み出したのはね、これはね、個人的には革命なんですよね。しょぼいけど、しゃばい革命ですけどね。いや、でかいよ。やっぱバッテリー、いかにどうバッテリーの管理するか。メモリーカードはね、言うて数じゃ当たるところがあるんで、そんなにかさばらないですね。10枚持ってたらね、1枚で 128GB のやつだったらね、1枚で16時間とか取れるのかな。で、それ10枚持ってて160時間ですからね、ほぼ無限です、これはもう。4K だとさすがにこうはいかないみたいですけどね、256度で、満タンにするようなやつ使ってるっていうね、YouTuber さんで、トップ YouTuber さんだったらその規模のやつ使うんですけど、それでもやっぱメモリーカードとかバッテリー交換とかいりますからね。 4K だとバッテリーもやっぱし消費も激しいですからね。まあでもバッテリーは数持っておけばなんとかなるのかなっていうところはありますけどね。あ、メモリーカードの方はそれはやりやすいですけど、そのバッテリーも分かずうちやねっていうところがあるんで、ただやっぱしね、道中充電しながら撮れるっていうのは本当に、何の気兼ねもなく回せますからね。ですから、カメラをね、これは大事なんですよ。YouTube なんて本当に何が起こるか分かりませんね、今。ね、何が起こるか分かりませんからね、YouTube。動画撮影してるとね。
環道とかで入ってくっていう、ルートのはずなんですけど、いまいちちゃんと分かってないんでね。それをフランス語にすればかっこいいだろうっていうふうに何かしら勘違いしてた人間なんでね、任せてください、そのあたりは勘違いしてなきゃね、そんな時期からね、あの創作活動でね、サークル作ってやろうとかってやってないって16の時だもんな、うん、そうサークル作ったのか、でもだからあれか、今の YouTuber の子たちって言うと、もういい年30近くの人たちが多いですけどね、トップ YouTuber さん。でも、あの子たちが、まあ、うちももう40近いんで一緒。ちょうど学生時代にそうやって集まって作ったっていうのね、やってるって、いうのを見ると、まあ近いのかな。で当時は動画をアップロードするって1990年代とかね、あの素人が動画をアップロードするっていうの全然発想なかったですから、ギリギリデジカメで軽いのは撮れるようになってましたけどねっていうレベルでしたからね。でデジカメは結構早々に導入しましたよね。 QV10 とかね、花台とか買ったりしてね、やったりして、それも創作活動につなげようって言ってね、なんか創作のね、小説書くやつのネタになるようなことはね、どんどん取り入れようって言ってね、岸にデジタルカメラで撮ってきた写真をね、添付したり見たりとかね、いうようなこととかやったりとかしてましたよね。で、そう、それで一時創作の作品はそれプレゼントっていうシステムになってて、まあ、システムっていうよりは、もうちょっと古い話をすると、それが Windows 95とかの時代に作ってたんですよね。で、最初はですから、いろんなところにバラバラになってるので、そのリンク貼るときは簡単やないかとかって思うかもしれませんけど、その、難しいのが、フロッピーディスク全盛期なんですよ。で、フロッピーディスクなんで何枚にも渡っていくんですよね。50枚とか100枚とかね、やっぱ創作活動やってるとザラになってきちゃうんで、ましてキャラクターのね、簡単な設定のね、まあうちはイラストとか全然描けないんでね、そっちの方のインターネタは入ってなかったんですけど、入れようと思うと、まあすぐにいっぱいになっちゃうんで、1.44MB ですからね、で、初めて買ったパソコン、ハードディスクが 1.2GB ですからね。今だって 8GB のメモリフラッシュでも全然ちっちゃいでしょ。ハードディスクに至っちゃ、1
ギガからもう今1テラでもちっちゃいよねっていう時代ですよね。4テラとか使ってますもんね。今4テラのやつ何個持ってんだとかっていう時代ですからね、うちなんかも。えって考えるとよ、ちなみに1テラは1052の512やから、1024ギガバイト分ありますよっていう、ことだったと思いますけど、計算ちょっと難しいですね、あれ二進法なんで。で、何だったっけ、あ、そう、だからファイルが何十枚もあるのをそういう管理するっていうので、それでその管理用の一元化した、やつを作っておいて、それがそのプレゼンツっていう名前にしてあったと。で、どの作品の、あの作品のね、じゃあ続きを書こうって言ったらね、 SNF とかね、まあいろいろあったんですけどね、バッと覚え出すのもそのあたりだな。ECSNF とかあったな、とかそういったのを見てね、呼び出して、あ、このファイルに入っとった、続きはここから書けばいいやっていうふうにして管理してましたよと。で、それが、後々ね MO になって、で200メガとか保存できるようになったんで、ほぼほぼシリーズごとにはの保存は全部一元化できるようになってきたりとかして、まあ今はね、もう一つのね、もうテキストデータでしたらね、もう、2ギガのね、メモリーカードでもね、あ、一番しょぼいメモリーカードでもね、あればもう全然余裕で入っちゃう。まあ、イラストとか入れたりとかもね、最近はあるんで、そのあたりとかも全部管理するんで、ってなるとね、まあ30、でも32ギガじゃ全然十分ですもんね。うちはね、こういった動画投稿とかやるのに、ね、映像を撮るんでね、そうするともうやっぱ128ギガは欲しいなってなりますけどね。32ギガだと、5時間ぐらいしか撮れないかなっていうふうになりますよね。でも昔15秒とかで30秒ぐらいしか、ね、動画が撮れないよっていうようなね、チャッチンって時間とかでね、頑張ってね、つないで撮ったりとかやってた時代があったんでね、そうするとね、それはもう全然動画投稿とかするっていう形じゃなかったんですけどね、何かしらで発表してね、それを、ブログとかね、そのあたりとか使ってやったりとかしてたんですけど、だから、その創作活動を始めた2000年の時には、何かしら、どこだったっけな、無料でそういったのを作れるところがあったんですよね、そのサービスが。グーとか使ったってやつかな、魔法のアイランドとか使ってる人多かったんですよね、個人だと。懐かしいな、魔法のアイランド、あったな。で、あの辺りだとちょっと操作コンテンツをちょっと管理するのに難しいなっていうんで、クーの、無料サーバーみたいなやつを使ったりとかしてましたね。懐かしい。フープスとかも使ってたかな、確か。懐かしいな、そんな時代もありました。なんて話しとったら、もう京都入った、これ。京都入ってますね。おお、京都東インターだ。いや、ここから京都だ。はい、今京都府京都市に入りました。ほんと京都東インター一番端っこにあるんだね。そうだ、で、なんだったっけ、スター、あ、で、そう、一時創作の方がそんな感じでプレゼントって名前で管理しとって、で、二次創作の作品を管理しているのは、元から分けてたんですよ。そのね、一応一次創作と二次創作は分別してやろうで、うちはどっちかというと一次創作をメインでやろうで、特にプレゼンツ、一番最初の時は、ちゃんとツーって言ってた、プレゼンツって呼んでたな、っていうのを立ち上げてやってた時は、勝手に純文学のね、メンバーが集まってたんで、その栃木の方のメンバーとかもね、基本的にというか、もう完全に純文学ですよね。まあまあ、もちろんアニメとかが好きだよっていうのも、やっぱ文芸部は多いのは多いね、感じですけどね。まあ、ラノベ好きは本当多かったですね。当時からね、ちょうどね、あれが
り始めてきたこのぐらいですね。インデックスがちょうど連載始まって、インデックスが始まって、周りに衝撃を与えたけど、うちはもう1巻読んだあたりから、もう、ちょっと難しくねと思ってね、設定とかのね、読み解きがね、難しいなっていうのがあったんで、もうちょっと、どうせ難しいんだったら、風の大陸みたいにね、ガッチガチに、ハードコアな感じで、行く、ハードコンパウンドな感じか、それかもう、くす弱い、秋田の先生とか大好きだったんで、私、とかね、っていうのがあったりしましたね。で、いうので、一次創作ね。で、やっぱ同人関係っていうと、二次創作、やっぱめちゃくちゃ、今も同人誌って言ったら、イコールもう二次創作じゃないですか。でね、やっぱり当時からね、言っちゃなんだけど、やっぱ尖ってたのかな。同人って二次創作だけじゃねえだろ。漫画だけじゃねえだろって。小説で、一次創作で、同人やったっていいだろう、だって同人なんだもんっていう。うん。だってね、まあもともと同人誌っていうのは純文学の一次創作を行う。だけどそういった、出版社とかね、そういったところに、まあ当時ですからね、その出版するって言ってもね、すごくハードルが高いんで、じゃあ少しでもみんなで寄せ合って、その出版費用とかも捻出して、俺たちのその表現を世に出していこうぜっていうのが起こったのが、その文学界で起こって、それが同人誌の始まりって言ってもいいんで、ルーツと言ってもいいんで、ですから、そういうのをやってこうぜっていうね、一次創作にだいぶ比重を置いてたんですよね。まあ、それは今も一緒。今ですから、その実はハテナメイクって言ってね、今この2022年までのコンセプトワードとしてやってますけど、基本的にその01大事にしようぜっていうコンセプトは実はもう20年以上。まあこれはもう根幹にあるところですよね。っていうところなんで、実は二次創作っていうのはだいぶちょっと、もともとそんな力入れてなくて、でもちょっと思いついたりしたやつはメモ書きとかで、ね、残しておってっていう、ここ名神紀行の地なんだ、ここから日本の高速道路始まったんだ、へえ、481キロ地点なんですね、481.7 キロ地点か、はあっていうことなんですよね。まあそんでね、何だったっけ、最初に作ったのなんだ、そらドルエモンだ、なんかね、未来の世界の取り立てロボット、どんな問題、僕、ドルエモンっていう作品だったんですよね。ひどいね。うん。主人公の名前がカネ・カリタくんだ。懐かしい。カネ・カリタくんが未来の世界で莫大な借金をするというので、その取り立てにやってきた、ね、未来からやってきたのが、取り立てロボット、ドルエモンっていうね。目の形がドルのマークなんですよね。うん、で、四次元ポケットみたいな謎のポケットから常に借用書を出してくるっていうね。むちゃくちゃな設定だったな。金借りたってひでえな。今借りても、今も。何も金融のぐらいでしか出ないですよ、そんな名前。金借りた。そういったような感じのことをやるようにちょっとネタダメをしておったのが、ただそれはそのプレゼンのところとはちょっと分けたいなっていう気持ちがあって、別のファイルシステムにしてたんですよね。まあちょっと容量の兼ね合いもあったんですけどね、別のもう買ってやった方がいいやって、ね、で、それでスターステイルっていう風にそれの名前にしたんですよね。ですからもともとはそのネタになってる作品スターの、出版、余剰品とか、そんなような感じ、金魚の糞みたいな感じのイメージ、のような感じだったんですよね。もともとスターステイルはね、まあ後からね、今はね、ちゃんとした意味合いついてますけどね、未来にね、羽ばたく、
ーター集団っていうスタッフっていうね。あとは、流れ星のイメージね、スターに星に、尻尾がビューッとついてるからほうき星ね、流れ星のようなイメージで、そんなようなその、ね、目立つ星になりたいっていうね、みんなに見られるようなね、あれがあるじゃないですか。そのほうき星ってね、普通の星もねいいですけど、ほうき星ってなってくるとね、80年ハレー彗星とかって言われたらね、70年に一度の、ね、あの彗星が見られますよとかって言ったら、みんなそ、ね、空を見るじゃないですかね、彗星はどこかなっていうふうに見る、そんなような存在、みんなに見られるような、作品を作る、作品も作りたいし、そういうような、クリエイターを作っていきたいよねっていうような意味合いだよって言ってるけど、実はそういったような裏話がありますと。金魚の糞やったっていうね。言うて最近なんやかんやと京都に来てるんだな、でも、まあなんちね、そのネタ自体はもう誰も知らないネタでいいんだったら本当いくらだってありますからね。ドラえもんで思い出したけど、ちなみにあれだ、立ち上げメンバーのあれだ、一人だったっけ、あっちかな、名前言っちゃダメだ、名前言っちゃさすがにまずいですけどね、立ち上げメンバーにおった鹿沼の子は、あ、そう、鹿沼の子と宇都宮の子とかとかおって、で鹿沼の子が、あれでしたね、スネオって名前でやってましたね。そういえば今ドラえもんからドラえもんで思い出した、そうだ、スネオって名前でした。王がね、あっちの和音の方でですね、音になってましたけど、懐かしいな。
縦貫道ってどっから行ったらいいんだ俺分かってねえんだよ。これで分かる？京都縦貫道は左ルート入ってないとダメなんだ。オッケー。危ねえ危ねえ。